八千代ライブは NST 新潟総合テレビにて毎週金曜日の夕方に生放送されている情報バラエティ番組。八千代コースターの姉妹番組として2017年4月7日に開始した情報バラエティ番組。番組開始時の合言葉は真面目にニュースを掘り下げない。番組タイトルの八千代は新潟総合テレビ本社社屋がある。 新潟県新潟市中央区の地名から取られた、時事問題の表層、グルメ、最新カルチャーなどの情報を紹介している。2017年10月20日に、初の公開生放送で、間の輝く女性は誰だ第1回8000代ミスコングランプリコンテストが、企画され、初代ミスコンにパイパイでかビが選ばれた。2017年10月6日からは同日深夜に、 再放送していて、スーパーササダンゴマシンがエンディング直前に再放送を見ているであろう、視聴者へ向けた小ネタを挟んだりする。また再放送は一切編集されていないため前、番組と後番組の挨拶と案内やリアルタイム抽選のプレゼント企画もそのまま放送される。新型コロナウイルスの影響により、2020年5月8日の放送をもって、 番組の放送休止が発表された。つなぎっ子は、当番組初のつなぎ系アイドルユニット。2018年秋、水谷優里、酒井瞳、パイパイデカ美の3人組で結成した。仕掛け人は、プロデュースを担当するスーパー笹団子マシン。新潟総合テレビの祭典、NST 祭り2018の一企画として発足し、デビュー曲、少しは夢見るトワイライトを発表する。 しかし、NST 祭り以外は特に活動せず、単発の余興企画かと思われていた。それから2019年12月29日放送の、八千代ライブスペシャルドキュメンタリーオブ中年事故にて、配信番組の開始やアイドルの祭典、東京アイドルフェスティバル出演などを目指す概要を突如発表。2020年より活動の本格化を掲げていたが、 番組本体の休止により不透明な状態となっている。ユニット名は、八千代ライブレギュラーのねぎっこから引用し、出演者不在の場をつなぐに由来している。つなぎっ子、ありがとうございます。